パックは天皇星の第十五衛星である。パックは、ボイジャー2号が1985年12月30日に撮影した画像の中から、ボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は、翌1986年1月9日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S1985U1 という仮符号が与えられた。 その後1988年6月8日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、夏の夜の夢に登場するいたずら好きの妖精である、パックにちなんで命名された。また、ユーラネス XV という確定番号が与えられた。パックは、直径がおよそ 162km あり、天皇星の五大衛星で最も内側のミランダより、内側を公転する小型の衛星群の中では、最も大きい。 5大衛星で最も小さいミランダと内側の小型の衛星群で2番目に大きいポーシャの中間的なサイズを持つ。パックの軌道は天皇星の艦とミランダの間に位置している。ボイジャー2号によって発見された多数の天皇星の衛星のうちパックだけは一足先に発見されたため、ボイジャー2号が幾分か詳細に観測できるように観測予定を組むことができた。 観測で得られたパックの画像は、わずかに潰れた休憩をしており、長軸と短軸の比率は0.97プラスマイナス0.04と1に近いものであった。表面は多数のクレーターに覆われており、灰色をしている。ハップル宇宙望遠鏡と大型の地上望遠鏡を用いた観測では、パックのスペクトル中に水氷による吸収の特徴が発見されている。 パック表面で発見されているクレーターのうち3個は名前が与えられており、最も大きいものは直径が 45km ほどある。パックが陽性であることから、クレーターには陽性にちなんだ命名がされている。パックのクレーターの名は陽性に由来する。パックの内部構造についてはほとんどがわかっていない。おそらくは氷と暗い物質の混合物からなると考えられており。 放射は天王星の間に見られる物質と似たものである。この暗い物質は岩石か放射線によって編成した炭素化合物だろうと考えられている。明るい光状を持ったクレーターが見られないことからパックの内部は分化していないことが示唆される。すなわち氷成分と氷以外の化合物は核とマントルに分離せずに存在している。ありがとうございます。